こんにちは。今日の電気予報を始めます。今日は沖縄電力で再エネの出力制御が始まっちゃったということについてお伝えしたいと思います。イエイしないということでですね、はい、皆さん明けましておめでとうございます。ということで今日ね、今年一発目のですね電気予報やっていきたいと思うんですけれども、はい、23年なんですけれどもね、はい、いろいろですね、エネルギー業界も変わってきます。脱炭素がですね、はい、促進しておりますけれども、まあこれもね脱炭素系の話ですね、再エネなんでということなんですけれども、再エネ広めるのはですね、実は今までの既存のですね系統とかだけでは足りないと。系統線の増強も必要だし、まあいろいろ需給調整も必要だし、あと高調波対策も必要だしということでね、実はいろんな課題があるんですね。ということでね、まあそんなね課題を解決しながら脱炭素進めていくっていうところね、まあ、脱炭素一丁目一番地ですからね、今のところね。ということで、はい、まあこういったね話が出てきます。ということでね、どんどんね情報発信していきたいので、今年もよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日見ていくのは沖縄電力で再エネの出力制御ということでですね、1月1日になんと出力制御行われました。はい、前日にですね31日に行われますということあったんですけどね、やっぱ行われましたね。はい、前日のね予想容量よりは、はい、再エネのね出力制御量減ったんですけれども、ただね沖縄ってやっぱ暖かいんですね、冬でもね。はい、で1月1日っていうとね、暖房ガンガンで電気足りないんじゃないのと思いがちなんですけど、沖縄は違うみたいですね。はい、休日ということもあって、で太陽光もね結構増えてます。風力もありますからね、それらをね、はい、需要の方がね少なくなっちゃう。供給量をね、火力をストップしたとしても、はい、需要の方がね少なくなっちゃうということがね起きるみたいです。やいな沖縄、はい、エアコン使わないんだな、はい、ということです。でじゃあね、これについてね見ていきたいと思うんですけれども、まずね出力制御って何かっていうことなんですけれども、これね、はい、先ほどねお話しした通り、電気ってですね同時同量っていうのが大事なんですね。はい、例えばですね、エネモがたくさん発電してくれるんですけれども、ナナちゃんがね電気使う側だとします。発電ですね。でナナちゃん需要側っていうと、ナナちゃんがじゃあエネモがね発電したよりも使わなかったとすると、これ停電するんですよ。なんでかっていうとですね、電気って発電する量と使う量が同じじゃないと、このね周波数っていうのが乱れてしまったりとかですね、電圧がね上がっちゃったり下がりすぎちゃったりとかね、まあ要は一緒じゃないといけないんです。なんでエネモがね100万キロ発電するのだって言ったら、ナナちゃん100万キロ使わなきゃいけないんですね。はい、まあ逆を言うと、発電するのに需要を合わせるっていうよりは、今までは需要に合わせてたんです。ナナちゃんが、あ、じゃあ明日70万キロ使いたいからエネモ70万発電してって言うと、わかったぴょんみたいな感じでね調整してくれてたんです。なんですけれども、この調整できるね、割と調整がしやすい火力とか、あとね揚水発電とかねありますけれども、っていうんじゃなくて、自然エネルギーですね、再生可能エネルギー、太陽光とか風力とかっていうのはですね、特にですねこの出力の制御っていうのが難しいわけです。なんでナナがですね、明日ですね70万キロエネモ欲しいんだって言っても、エネモがね、でも明日曇りだからね発電できないんだよって言ったら、当然電気ないわけですし、70万キロでいいよって言ってるのに、明日めちゃくちゃ晴れてですねエネモがですね100万キロ発電する可能性もあるんですね。そこにね風も強かったりすると、150万キロ発電しちゃうと、もう全然バランス取れないんです。っていうと良くないというか、まあダメなので、じゃあ発電しちゃうんだけど、これしょうがないけど、もうカットしちゃいましょうっていうものなんです。なんで70万キロに合わせなきゃいけないんです。150万発電するけど、なんでもうこの残りの150-70だから80か、はい、80万キロね切り捨てるわけなんですけれども、これをカットするっていうのが出力制御になります。はい、お分かりいただけましたでしょうか。ということでですね、同時同量する前にこのね、はい、エネモがね発電した分をカットするっていうことなんですね。でカットするんですけど、まあ当然ですね調整できる電源っていうのがあります。火力とかエネモの中にはですね、はい、太陽光も風力もあれば火力もある。で火力っていうのは割と調整できる電源っていうのがあります。なんでそれを最大限カットしても、
太陽光とか風力が発電しすぎちゃう場合にこの出力制御っていうのが発生するんですね。で、実はですね、今もうすでに発生しているエリアっていうのがありまして、はい、九州はもう2018年からね、はい、フィット流行った時にね、大型の太陽光とか日射がいいですしね、土地も安いからいっぱいできたんです。なんでね、今昼間電気余っちゃってることがたくさんあるんですね。なんで九州出力制御起こってますけれども、昨年はですね、北海道、東北、中国、四国でも出力制御行われました。そして今年ですね、一発目1月1日起きで、はい、出力制御されまして、さらに北陸、中部ももう出力制御かかるだろうと言われています。つまりね、まあ需要がねすごく多い東京、関西以外に関してはもう再エネのね、はい、出力制御っていうのが始まっちゃってるんですね。はい、で今回起こったね、はい、1月1日の起きでのね出力制御のとこ見ていきたいと思うんですけれども、はい、これね、まあ、対象としては8時から16時ということで、前日に予報が出されてます。こうやって出力制御しますよと。はい、でこれね、出力制御するときっていうのは発電事業者さんのところに、はい、通知が来ます。まあ、通称赤紙、赤紙じゃないか、はい、前日にね通知が来ます。明日出力制御してくださいって、してくださいって言われます。なんで自分でね止めなきゃいけないんです。でこのね止め方もですね、オフラインとオンラインっていうのがありまして、後でお話するんですけど、まあ要はあの太陽光とか風力持ってる方にですね、はい、明日需要が少ないので止めてねってね、17時ぐらいまでに、まあ、メールなり電話なり、まあ、LINE も来んの？ LINE はまだ分かんないです。私発電所持ってないんで分かんないですけど、 LINE はまだ来たことないって聞いてるんですけど、まあ、いかんせんそうやって連絡が来ます。そしたらですね、指定された量っていうのを止めなきゃいけないんです。はい、で止めます。で実際明日になってですね、はい、需要に合わせて、もしですよ、じゃあ需要が大幅に変わることってあんまないんですけど、実は電気予報って結構ね、気温とか天候によって正確でね、はい、めちゃくちゃ何か事故が起こるとかっていう限りあんまないんですけどね、地震とかね、そういうの起こらない限り、まあもし変わったとしたら、あの火力で最悪調整するっていうような感じなんで、前日の11時に決まります。でこの日はですね、じゃあまずは実際に出力制御された量結果から見ていきたいと思うんですけど、まあ12時から12時半の30分間、ここがまあ太陽光増えたんですね。で1月1日祝日ですし、はい、出力制御をかかりました。制御量としては 2.5 万キロワット。まあ大きいです。大きいけど、まあそんな大きくはないのかな。九州とかに比べたら。はい。で、エリア需要。沖縄電力のエリア需要ですね。はい。沖縄本土になるんですかね、これはね。はい。っていうので、まあ需要量が67万キロワットでした。で、供給量 69.5 万キロワット。なんで 2.5 万キロワット。溢れちゃってますよね。エネモが 69.5。で、奈良ちゃん使うのは67万って言うと 2.5 余っちゃうので、この 2.5 を出力制御しましたよってことです。で、内容内訳としては、太陽光ですね。オフライン制御っていうもの。なんで、これね、オフラインっていうのは、要は、遠隔で操作できないんで、前日止めてねって言われたら次の日全部止めちゃうんです。朝から夜まで、はい、発電してる時間なんで、現地に行ってそのパワコンを落としてみたいな、まあ落とすっていうか、なんかね、まあ解列するとかなんですかね、明日発電しても系統に流さない設定するみたいな感じなんですかね、っていう風に止めます。なんで1日丸々止めるのが21件で、風力6件止めて 2.5 万キロ。はい。発電しても止めちゃう設定をするわけですね。はい。まあ、これオンラインになるとね、これね、この時間だけピタッと止めることができるんですよ。さらに当日も対応できる。まあ、後で話しますね。なんでオンラインにした方がいいんですけど、まあ、そういうことが起こりました。で、実際ね、前日とちょっとずれたわけなんですけど、前日の電気予報では、需要はね、66.9 万キロだろうと。まあ、若干、まあ、1000キロワットぐらい少ないんじゃないっていう感じだったんですね。で、供給力がもっと上がるって思われてたんですね。 73.8 万キロ出ちゃうだろうと。そうすると 6.9 万キロね、出力制御しないといけないっていう想定だったんですね。ただ、まあ、実際はね、そこまでね、はい、出なかったんですね。はい、 73.8 万キロの供給力に対して 69.5 万キロしか出なかったんでね、 2.5 万キロ出力制御すれば済みましたというようなことになってます。まあこれがですね、日々ですね、電気予報っていうの、明日の需要と明日の供給を電力会社さんがですね、
突合させるわけです。まあ予報ですからね、はい、だから気温とか発電所の家電状況、稼働状況とかね、いろいろ合わせて出すんですけど、はい、これを前日に、はい、次の日はいくら止めてくださいねっていうのが出ていくことになるわけです。はい、これが九州とかではもう頻繁に行われている出力制御になります。はい、ということで、ついにね、沖縄電力もですね、太陽光の発電量っていうのがね、需要を上回るようになってきたわけですね。これね、今どうなんですかね、1月1日で起こるってことはね、もうちょっとやっぱ3月4月になると全然出力制限起こるんじゃないかなっていう感じなんですけどね、というような感じで再エネがね、余らせちゃうということが起こってしまうんです。じゃあどうすればいいかっていうとね、はい、蓄電池に貯めるとか EV に貯めるとかですね、あとは需要を作っちゃう。沖縄エリア、はい、余ってるんだったらそこにデータセンター作っちゃおうとかね、需要を作るっていう方式もあります。あとはね、大きい需給調整とするとですね、系統用蓄電池とかっていうのもですね、出てきてますよね。あと揚水発電作るとか、まあ揚水発電作るの大変なんですけどね、とかいろいろ需給バランスをね、はい、取るっていうことが大事になってきます。まあタイムシフトですね、時間をずらすっていうことがね、大事になってくるのかなと思います。じゃあ最後にですね、先ほど言ってたオンライン制御、オフライン制御について見ていきたいと思うんですけれども、これね、発電事業者さんって、今あるのって、フィット認定されてる発電だと思うんですよ、再エネって。太陽光であれば、はい、固定価格1キロワットアワーあたりいくら、まあ、風力も1キロワットアワーあたりいくらと。で、こんで、じゃあ収益をね、得ている方も多いんですね。ってなると、これ出力制御した分っていうのは、止めちゃったら発電してないんで、対価もらえません。はい、固定価格で買い取ってもらえません。発電制御しますから。っていうと、当然そうなわけですよ。じゃあどうするかっていうと、ここでオフライン制御をうまく使いましょうということなんです。まあこれ全体にも良い。例えばね、この出力制御、12時から13時起こってますけど、夕方とかは全然普通に電気使うわけですよ。この時間だけ止めたいっていうような感じなんです。じゃあどうするかっていうと、これオフラインだと1日止めなきゃいけないって話しましたね、先ほど。ただ、オンラインであれば、これね、遠隔制御ができます。なんで、このオンラインでパワーコンディショナーですね、出力制御機能付きパワーコンディショナーにブブンってオンラインでネットで入って、はい、何時から何時止めるみたいなことができちゃいます。しかもこれね、あれです、前日の17時にオフラインならもう行って、まあ夜中の間とかにですね、次に発電しないように止めとかなきゃいけないんですけど、これネットでできるんで、当日の朝のですね、電気予報を見て、はい、あ、やっぱりね、そこ出力制御しなくていいですとか、あと時間やっぱりね、本当は12時から3時までって言ってたんですけど、12時から1時までにしてくださいとか言われた時に、これ対応できるんです。なんでね、そういうね、はい、通信機器みたいなもの、まあね、これね、あります。もうすでに九州とかでもね、はい、つけてる方いるんで、先駆者がいるんでね、ぜひね、これから沖縄とか他のね、北陸中部、あと他の方エリアもね、はい、ぜひオンライン対応していただきたいんですけれども、まあこういったね、機械があるんです。なんでこれを取り付けることで、出力制御の時間を丸1日カットしてたのが、はい、ピンポイントに絞れると。で、系統側としても、はい、本当に出力制御してほしい時間だけできると。しかも調整も前日17時じゃなくて、まあ割と直前まで調整ができると。もうメリットしかないんですね。はい、なんでこれは使うしかありません。なんでオンライン制御のね、切り替えにね、していただければと思います。ちなみにこれ発電事業者さん負担です、ここで聞きつけるの。ただ私の知ってるね、九州の、はい、メガソーラー持ってらっしゃる方のお話だと、もうこれ絶対もうその機器に例えば何十万かかったとしても、オンラインにする方がいいと。まずそのフィット価格でね、何キロワットアワーあたり売電してるんで、これがじゃあ1日、例えば1000キロワットアワー、まあ、もっと発電しますよ、メガソーラーなんで。なんなんですけど、これじゃあ1万キロワットアワー。カーンってなくなるのはきついですと。かける40円なくなりますということですね。だから1万かける40万なくなっちゃうのと、でも実は出力制御1時間だけでいいよっていうかもしれないです。そうすると、あれですね、だから1日1万で1時間だとすると、多分1000キロワットアワーぐらいでいいんですよね。
かける、40円だから4万だから40万と、4万の損っていうと4万の 損の方が全然いいと1日あたりっていうと全然すぐ手入れしますよってことだったんですね。はい、なんでね、ぜひですね、はい、出力制御をかかるときはこのオンライン制御にしていただければと思います。そしてね、もう国全体で解決しないといけないのが、そもそも再エネの出力制御をなくしていこうという問題ですね。はい、なんで電気をうまく貯める方法とか、あとはね、今再給電方式っていうの始まりました。まあこれについてはね、また別で解説しますけれども、はい、できるだけね、再エネをね、うまく入れていこうっていうとこがね、脱炭素に対して必要なんだと思います。はい、ということで今日はですね、沖縄電力でも出力制御始まっちゃったよーということについてお伝えしました。みんなでね、再エネどんどんね、うまく活用したいですね。ということで今日の電気終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃーい。でも同時同量だぞ、同時同量が大事なんだぞ。